あなたには守りたい人がいませんか。あなたが眠る場所へ。男はなぜ最愛の妻を殺したのか。男はなぜあと1年だけ生きる決心をしたのか。勘打ちしてる被疑者を調べるんでしたら誰か他の人間を。勘打ちではないんだ。3日前に女房を殺したと言ってる。これは全警察の名誉に関わる問題です。梶警部、奥さんは病気だったそうですね。アルツハイマー病でした。犯行後の2日間は遺体に付き添ってたということですか。2日間を詳しく説明してください。何か隠してるんじゃないですか。キリコは梶さんのことを恨んでなかったと思います。報道は自由だ。だが君たちのペンがいくつもの命を握ってることも忘れぬくれ。カジは何かを守ろうとしている。あなたはどこへ。ああ愛とは、私が殺してって頼んだら私を殺せますか。私は妻を。愛していました。半落ち。